close my eyes and fly into the moon. Close my eyes and fly straight to you. Sipping bubbly by the deep blue. こんにちは、クリームです。今日はですね、なんとなくライカのですねカメラとレンズをご紹介したくなったのでご紹介してみます。はい、まずですね、何度かご紹介をしてるんですが、こちらのライカ M8 ですね。で、僕がライカを初めて買ったのが X2 っていうですね、確か4年ほど前に買いまして、そのコンデジもすごくですね描写がよく使ってたんですけれども、まあ、特にモノクロがですねトーンがすごく良くてですね、まあ、これがライカかって感じで感動したのを覚えています。それで、ちょっとエスカレートをどんなしまして、で初めに買ったのがですねこちらです。でやっぱりライカといえば M 型ライカが欲しくなってですねいろいろ調べたんですけれども、まあ、その頃は M9 がやっぱりちょっと高いなって感じだったので 4,50 万するので、で中古でですね M8 を探してゲットしました。でこのシルバーとですね、あと僕がこのエングレーブがすごく好きなのでロゴ入りの、ボディになってまして、でただ実はですねこれ M8 は2代目になってまして、 M9P を買った時に M8 は一度手放してしまったんですよね。もう使わないかなと思ったんですけれども、ただその後いろいろ使っていくうちに M8 やっぱり M8 の描写が忘れられなくて、もう一度ゲットしまして、これが2台目になります。で2台ともこのエングレーブ入りですね、すごく気に入っているカメラですね。こういう感じので、センサーはフルサイズ 36-24mm ではなく、APS-H っていうですね 1.33/1 でちょっと小さいんですが、まあ、APS-C よりも大きいですし、まあセンサーサイズは今はですねそんなに気にしてないですね。で逆にメリットもあって 35mm つけるとだいたい 46mm ぐらいですとか、ちょっとなんていうか 90mm が、130mm ぐらいになりますかねっていう感じで、ちょっとした望遠効果も楽しめるのですごく気に入ってるカメラです。で今がこれが伝説のレンズと言われる、あちょっとごめん35mm の、F2 ズミクロンですね、確か第一世代だったと思うんですけれども、こちらこの組み合わせも最高ですね。でメガネ付きでして、これが 50mm のフィルムカメラの時代で 35mm 覗けるように作られたメガネになっています。はい、まず M8 のご紹介でした。シャッター音がですねちょっと大きいんですが、こういう感じの音になってます。はい、ちょっとあんまり長くやると10分15分とかなっちゃうので、割とテンポよくですねご紹介したいと思います。続きましてですね、ご紹介するのが M8 の次何だったかな、M6 か、 M6 です。実用的と言われて評判の高いフィルムカメラですね。で M3 から始まって M7 までがフィルムカメラなんですけれども、これ M6 のこういうボディのフィルムカメラになってます。で今ですねフィルム何か入ってるんですけれども、まあコンパクトでですね、もう撮る気にさせるっていうか、すごいシズル感のあるデザインのカメラですね。はい、でこれレンズは今フォクトレンダーのスーパーワイドヘリア 15mmF4.5 っていうですね、ちょっと超広角のレンズがついています。
これも結構フィルムで撮りましたかね。最近ちょっと使ってないんですが、最高に好きなカメラです。はい、で次にゲットしたのが、MQP ですね。 MQP で MQ と違うのはですね、ここにエングレーブがあったりですとか、で確かこのモニターのガラスがサファイアガラスだったかな、まあ、強化ガラス的な感じでちょっとプレミアムな感じになっています。で M8 で満足してたんですけれども、まあ、どうしても M 型のフルサイズがですね使ってみたくなって買ったんですよね、うん、で初めヤフオクで買ったんですが、安く手に入れられたんですけれども、MQ はですね、センサー剥離の問題がありまして、センサーを交換しないと剥離した場合にその写りに影響がするんですよね。もうポツポツポツっていうような、もうゴミ取れないゴミが写り込んでしまって、まあ、センサー自体ダメになってしまうので、で交換修理費用が何十万するのかな、20万ぐらいか、15から20万ぐらいするっていうことで、まあその一度買ったものは、ものは良かったんですけれども、外観もすごい綺麗ですし写りも問題なかったんですが、いずれ剥離したら怖いなと思って、その新センサーじゃなかったので、で一度それは売りに出しまして、まあこれはマップカメラですね、ちゃんとセンサー交換されたタイプの MQP を買いました。でこれはもうですね、レザーからあとこのブラックペイントでちょっと地銀が見えてきてるんですけれども、めちゃくちゃかっこいいカメラですね。で M8 はちょっと仕事に使うには使いづらいんですけれども、まあ MQ はですね、色もちゃんと出てくれますし、ただ M8 が、まあ、カラーネガだとするとこっちがポジフィルムってよく言われるんですけども、カラーネガなんでちょっと色が浅い感じですかね、うん、ちょっとフィルムっぽい感じで、こっちが、色がすごい濃厚に出まして、まあ、ピンクですとか赤ですとか、まあ、黄色もそうなんですけれども結構濃くですね出ますね、うん、ただまあ独特の描写が楽しめるカメラです。でこれレンズは今これがすごく気に入ってるレンズでして、なんだったかな、ズマールかな、うん、ズマール 50mmF2 ですね。でズミクロンといえばF2 ですけれども、ズミクロンの前の世代のレンズでして、ですね、フレアが出やすいんですね。あと光も、乱反射する、レンズが柔らかくてですね、吹き傷ですとかが多いらしくて、乱反射してですね、夜とか特に撮ると光がふわーっとですね拡散して、すごく綺麗な描写のレンズです。めちゃくちゃ気に入ってるオールドレンズですね。これぞオールドって感じの写りをしてくれます。はい、で続きまして、確かこれかな、うん、次買ったのがこのライカミニ2ですね。なんかランニングの時にですね、ちょっと立ち止まって撮りたくなって、で GR4 だったかな、リコーの GR4 も買ったりしたんですけれども、まあ、フィルムもなんか欲しくなってですね、小さいライカのコンパクトカメラを手に入れました。これはフィルムをここに装填すると自動で巻いてくれるというカメラでして、今モノクロのコダックのトライ X がですね、ここに表示されるんですけども、 400TX っていうのがですねフィルムが入っています。まだ撮ってる途中なんですが、電源入れてみようか、さっき電源入れるとこういう感じです。でも押したら撮れるっていうですね、まあ、フラッシュもついてるんですけども、なるべくフラッシュをオフにして、オフのモードにして撮っていましたね、うん、はい、そういう感じですね。はい、で続きまし
で、ですね、ゲットしたのはこちらですね、ライカ Q2 で、これは買うつもりはなかったんですけれども買ってしまいました。で、確か、まあ、防塵防滴っていうアピールポイントは、まあ僕はどっちでもよかったんですけども、まあ解像度が高く、そして何だったかな、28mm、 これ F1.7 のズミルクスなんですけども、まあ、35mm、50mm、 あと、ライカ Q と違って Q2 は70mm のクロップですねができると。で、 70mm クロップで、まあ、解像度も上がったので、クロップしてもまあまあ十分な解像度サイズの写真が撮れるというカメラになってますね。で、 QP も使ったことあるんですけど、まあどっちも、まあ、この Q2 もものすごいですね、鮮明に、すっきりしたですね、シャープな写真を出してくれますね。で、これについては動画も撮れるので、動画も撮影できます、で、後から重宝してるんですが、防塵防滴っていうのはですね、雨の日も気軽に持ち歩けますし、あと僕ホテルのですね、ラウンジですとかが好きなんですけど、ホテルのラウンジに例えばですけど、なんだろう、まあこれソニーの α7S こう思いっきり見たまま、このレンズ交換式のちょっとガンダムみたいなカメラっていうのをぶら下げてると、なんかカメラ持ってるなって感じでちょっと恥ずかしいんですけど、この Q2 はですね、まあ、デザインもすごくスッキリしてますし、コンパクトだし、まあ、スーツとかですね、ジャケットにぶら下げててもですね、あまり違和感がないので、そういうちょっと綺麗な場所に行くときにでもですね、こっそり持ってですね撮影したりもできるので、すごくこれも手放せないカメラですね、はい、これも仕事でも結構撮ってまして、ただまあ外部の何かしらテザーケーブルですとか全然つなげないので、まあ、クリップオンでワイヤレスオフカメラで撮影したりですとかっていう使い方ですかね。はい。で、最後かな、ライカの最後のカメラですかね、がこちらになります、ライカ M10P。 これはですね、2年前に僕はデザインの仕事してるんですけど、まあ、ドイツのデザイン賞を受賞しまして、それで受賞式に行ってきたんですね。で、ライツパークっていうですね、ウェツラーにあるライカの、まあ、ショールームっていうのかな、まあ本社なのかな、会社も入っていって、まあ、ギャラリーですとか、あと工場見学みたいなのもできるんですけれども、そこに行ってきまして、まあ、最後にショップがあるんですよね。で、ショップ見ていたら、まあ欲しくなってしまい、まあ旅の興奮のテンションもあったと思うんですけど、しかもですね、VAT っていうヨーロッパの消費税がありまして、それが 17-18% ぐらいかかるんですかね。100万としたら、117万ですけど、国外の人は、EU 圏外か。の人はそれが免除されるので、まあ、日本でいう免税と同じですね。で、それを申告すると、その10%は免除されると、まあ、日本に入る際にまだ関税はかかるはかかるんですけど、それでも日本で買うよりもだいぶ安いですね。10万以上多分安かったと思いますね。なので新品でですね購入しました。で、これはですね、まあ、M10 も素晴らしいんですけど、もちろんM10P はシャッター音がすごいですね。好きですね。すごい静かですよ。まあなんていうのかな。大自然、森の中で、例えば構えて、撮っても、なんかウサギさえ気づかないようなですね。
ちょっとちゃんと撮ってみましょうか。30の。こういう感じ。うん。とりあえずちょっと適当に撮ったんですが、適当に撮ってもまあいい感じですかね、うん。こういう感じですけども。で今ついてるのがこれまた気に入ってるレンズでして、ズマリット 50mmF1.5 です。で、これがですね、まあ、マップカメラとか行ったら、いろいろ教えてくれるんですよね、スタッフさんが。で、仲のいいスタッフさんも何名かいまして、行くたびに、ちょっと質問攻めにしてですね、帰ってくるんですけど、これすごい光が拡散するレンズでして、これも、これぞオールドレンズっていうようなですね、レンズです。まあ、基本レンズは中古しか持ってないんですが、これがズマールですね、 50mmF2 で、こっちがズマリット 50mmF1.5、まあ、こっちの方が光拡散しますね。もうちょっとの弱い光でもファーってですね取り込んで、まあ、シャープには映らないんですが、まあ、柔らかい、すごくいい写りをします。かなり気に入ってますね。そんな高くないですし、これはそういう感じですかね。で、運転 P がいいのが、まあいいというか、まあ悪くはないと思うんですけど、まあライブビューですね、できるわけですね。なので仕事でも使いやすい感じになってます。 M10P はまだあんまり仕事では使ったことないんですけど、まあ M8M9P と違って結構まあストレートな描写をしてくれるので、まあ、ちょっと M8M9P に慣れてると、まあ、描写は面白くないといえばそうなんですけども、まあ超高性能な、カメラですかね。はい。はい。というわけで、まあ、カメラとレンズを紹介しようと思ったんですけども、カメラだけで結構長くなってしまったので、一旦ここでですね、一本の動画にしようと思います。はい。うん。ちょっとレンズ編もですね、別に動画撮ってみますので、もしご興味のある方は見てみてください。というわけで、ご視聴ありがとうございました。